マシュー・グレン・デビッドソンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンバーナーディーノ郡ユカイパ出身のプロ野球選手。右投右打ち。MLB のロサンゼルスドジャース傘下所属。2009年の MLB ドラフト追捕で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、6月15日に契約。この年は、傘下の A-9 ヤキマベアーズで、プロデビューし、72試合に出場して打率241、2本塁打、28打点を記録した。2010年はまず A 級サウスベンドシルバーホークスでプレーし、113試合に出場して打率289、16本塁打、79打点を記録した。8月17日に A 級バイセーリアローハイドへ昇格。21試合に出場して打率169、2本塁打、11打点を記録した。2011年は A 級バイセーリアでプレーし、135試合に出場して、打率277、20本塁打、106打点を記録した。2012年は AA 級モービルベイベアーズでプレーし、135試合に出場して打率261、23本塁打。76打点、3盗塁を記録した。2013年は、AAA 級リノエーシズで開幕を迎えた。108試合に出場して打率、348、16本塁打、68打点と結果を残し、7月には、フューチャーズゲームに選出された。8月11日にダイヤモンドバックスとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りすると、同日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビュー。2回表から三塁の守備につき、3打数1安打だった。12試合に出場したが、打率179、0本塁打、2打点と、期待外れの数字に終わり、8月26日にAAA級リノへ降格した。9月3日に再昇格し、15日のコロラドロッキーズ戦では、5回裏の第3打席に、ミルトン・ロペスからメジャー初本塁打を放った。この年メジャーでは31試合に出場して打率237、3本塁打、12打点を記録した。2013年12月16日にアディソン・リードとのトレードでシカゴホワイトソックスへ移籍した。2014年3月1日にホワイトソックスと1年契約に合意した。3月23日に傘下のAAA級、シャーロットナイツへ配属され、そのまま開幕を迎えた。この年は、メジャーの舞台に立つ機会は与えられなかった。2015年もメジャーで試合に出場できなかった。2016年は3年ぶりに、メジャーの試合に出場し、2打数で1安打1打点を記録した。なお、試合出場は、指名打者としてだった。マイナーでは、AAA 級シャーロットで75試合に出場し、打率268、10本塁打、46打点という成績を記録した。守備では66試合で守った三塁手で8失策、守備率961を記録したほか、一塁手でも6試合で守った。2018年は大谷翔平と並んで3登板15本塁打を達成した。オフの11月30日にノンテンダー FA となった。2019年2月1日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。また、投手での登板機会も与えられると報じられた。マイナーでは、AAA 級ナッシュビルサウンズでプレーし、124試合に出場して打率264。33本塁打、101打点を記録した。また、投手としても登板し、1登板、1イニング、被安打に、防御率 0.00 を記録した。オフの11月4日に FA となった。2020年1月2日にシンシナティレッツとマイナー契約を結び、10日に傘下の AA 級チャタヌーガルックアウツへ配属された。7月24日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。8月7日のクリーブランド・インディアンス戦ではシーズン初となる投手としての出場を8回裏に果たした。結果はマイク・フリーマンから見逃し三振を奪うなど1回無失点。9月8日にリーフとなり、11日にマイナー契約となった。9月30日にメジャー契約を結び、ポストシーズンのロースターに名を連ねた。10月14日にマイナー契約となり、16日に FA となった。2021年2月にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。確実性は低いものの、豪快なスイングから放たれる長打が魅力である。欠点は三振が多く、四球を選ばないため出塁率が低いこと。最速92マイルパーワー、平均90マイルパーワーの速球、71マイルパーワーのカーブ、80マイルパーワーのチェンジアップを使用する。ありがとうございます。